こんばんは。小学生、中学生、高校生、夏の全国大会の中止が決定されました。この大会を目標に最高学年の子たちは一生懸命練習してきたし、その発表の場として最後の大会に臨むために本当にたくさんの努力をしてきたと思います。その大会が中止になってきた、なってしまったのは非常に残念なことなんですけれども、まずもってこの学校が突然休校になって部活動ができない、そんな状況でもその大会に向けて自主練習等々をしてきたその自分を誇ってほしいなって思うんです。そして今こんなこと考えられないかもしれないですけど、全ての始まりはこれまでの続きなんですよね。このコロナはいつか収束して好きなスポーツができるようになると思うんですよね。そのスタートの時に何ができるのか、どう自分がどうありたいのかっていうのをイメージしながらこの生活をしてほしいな、今後の生活を自分を高めるために、より豊かになるために、いろんな制限があってできないこともある、だけれどもできるようになったことが一つでも多くあればいいなと思っています。本当に、大変な時期なんですけれども、皆さんが少しでも笑顔多めな一日になればいいなと思っています。なかなか難しいことではあるんですけれども、できることをやっていく、積み重ねていく、これまでの続きが将来的にどんなステージに行ってもつながっていくように、頑張っていく、それしかないですよね。今はまず手洗いうがい予防に全力を尽くしましょう。皆さんの健闘を本当に祈っています。僕にできることがあればまた言ってください。チャオ。